深夜板花。作品名、年6点。1分間スピーチをお願いいたします。はい、板花と言います。これの作品は、中国の四川省から西の方に入っていくと俗に言われている東チベットっていうエリアがあるんですけども、だいたい標高4000メートル前後のところにチベット仏教ニンマ派の一大修行地がありまして、ラールンガルとかアーチェンチューガって言われているところなんですけども、そこで数年間にわたって季節ごとにここで滞在しながら撮った記録の一部がこれらになります。はい、ありがとうございます。それでは森山先生、講評をお願いいたします。いや、とにかくなんかいいよねっていうさ、うん、つまりね、この場所のね、まあ、もちろんその建物も含めた風景、それからそこにいる人物、それから鳥であるとかね、そのさまざまなものをなんかこうなんか撮ったあなた自身がなんかこう一つのなんていうのかな、大きなその雰囲気というの、要するに大きなアトモスフィアになんか包まれてね、その中でこうなんか自在にこうなんかこう撮ってるというか見てるというか感じるというかね、なんかそういうものを感じるんですよね。だから単純な人間のドキュメンタリーでもないし、土地の場所のドキュメンタリーでもないしね、その全てのドキュメンタリーの要素を持ちながら、そうではない別の世界をね、やっぱりこう写し取ってきてるという、その面白さですね。面白かったです。ありがとうございました。それでは作品、あ、はい、鈴木さんが聞いたの、はい、で2010年ぐらいから2010年ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは作品永久保存証書授与。作品永久保存証書。深夜板花。板花ですね。はい、どうぞ。